私小学生時代ネットサーフィンがすごい好きで、ネットサーフィンっていうかパソコンをいじるのがすごい好きで、学校終わって放課後は友達と遊ばずにまっすぐ家に帰ってはパソコンと向き合ってネットサーフィンしたり、なんか絵を描いたりとかパソコンでしてるような小学校時代だったので、そうした中でその小学校6年生の時にネットサーフィンしていろいろ見てたら、秋葉原のドン・キホーテの8階に制服を着て歌って踊るアイドルグループが誕生したみたいな、そういうネットニュースを見かけて、なんだろうこれはっていうふうに気になって、それが初めて AKB を知るきっかけの瞬間だったんですけど、48は2005年12月8日に誕生した。最初私は第1期生の皆さんの活躍をファンとして見てて、その中で第2期生のメンバーを募集するっていうオーディションの告知が出て、あ、じゃあまたメンバー新規で募集するんだと思って、最初はあ、そんなものが、そんなオーディションがあるんだなっていう感じで人ごとのように思ってたんですけど、なんか次第に AKB 見てるうちに自分もこの子たちの中に混ざって一緒に歌って踊ってみたいなっていう感情が芽生えてきて、でも全然歌もダンスも未経験で人前で何かするとかそういうことは本当に苦手なタイプだったので、でもなぜか AKB には入りたいっていう猛烈なそういう衝動に駆られて、で親を説得してどうにかオーディションを受けさせてもらいました。2期生の